こんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回はだんだんと冷え込みが厳しくなってきた10月半ばですので、この冷え込んできた時期にやりがちなミス、落とし穴を皆さんにお伝えしていこうと思います。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。人はちょっとね、涼しくなってきたなーで心地よいと思っていたとしても、観葉植物はこれを冷えと感じてストレスになってダメージになってと枯れにつながりかねないこともありますので、ちょっとしたポイントですが、見逃すとまずいポイントを5点お話ししていきたいと思います。観葉植物が冷えを感じるのは20度を下回ってきた、そして15度を下回ってくるとだんだん本格的に寒さを感じてくると言われております。なので今は最高気温が20度を超えたとしても、だんだんね、最低気温が15度を下回ってくるようなご地域もあると思いますので、この気温20度はまだ安牌です。15度目安にしてお住まいのご地域がそれより下がるのか下がらないのか、これをまずは知った上で、さらに冷え込み、朝晩の冷え込みに気をつけてもらうために、やりがちなミス5点お話ししていきたいと思います。まずは一つ目として、もう先ほどから何度もお伝えしている、冷え込みによって観葉植物を冷えに当ててしまう。冬は結構もう本格的に寒くなって、皆さんも寒いのが分かっているので、室内の暖かいところへ取り込んでいただく方がほとんどだと思うんですけれども、この時期は意外と人にとっては涼しい程度で、植物がまさか冷えに当たっているとは思わない、気づきにくい時期でもあります。特に朝晩の冷えっていうのは、人はちょっと肌寒いな、羽織ろうかな、この程度かもしれませんが、観葉植物はそれを寒さと捉えて若干ね、ストレスを感じることがありますので、特に朝晩の冷えには注意をしてあげてください。水やりをした後の朝晩の冷えっていうのは、特に土が湿った状態ですので、水が冷えて根っこが冷えを感じやすいです。観葉植物が空間が冷えるというよりも、根っこが冷えた方がダイレクトに底冷えしてしまってダメージが出やすいので、水やり直後は特に朝晩の冷えからは遠ざけてあげるようにします。また水やり直後で朝晩の冷えはもちろんなんですけれども、例えば雨が続いてちょっと肌寒い日、曇り空でも意外と風が吹くと寒い日もあると思います。こういった天気によって晴れた日よりも寒く感じる日、あとはそういった晴れの日でもちょっと風が強く吹いてる日などは、そろそろ北風で冷たい風が吹く季節にもなってきておりますので、その北風には当ててしまうと観葉植物がストレスに感じることもあります。程よい風は観葉植物にとって生育を促す空気の循環を整えてくれるいい風になりますが、寒さが厳しくなり始めた今だからこそ、その冷たさに油断をせずに、万が一寒いな、人も寒いなと思った時には観葉植物を冷えに当てないように、寒すぎる、そして強すぎる風には当てないようにしてあげてください。あとは置き場所として窓際、これは冬は結構皆さん避けていただくことが多いんですけれども、今の時期も朝晩の冷え込み、それによって窓が冷える、窓の近くっていうのはその冷気、ガラスが冷える冷気だったりとか、隙間風からの冷気で観葉植物に冷えが当たる、結構ね、盲点なポイントだったりします。結構皆さんは日当たりを求めて窓際に観葉植物を置いている方も多いと思いますので、日当たりはもちろん大事です。ですが、その日当たりを求めたがゆえに冷えに当ててしまって観葉植物にダメージが出ては元も子もありません。今のうちにそういった窓からね、10センチでも離してあげると違うって言います。夜寝る前に離して朝ね、ちょっとずらす。こういった形で日当たりは取りつつ、窓の冷えからは守ってあげてください。次に2つ目、冷え込んできた今の時期に気をつけてほしいポイントとして、私ショートでもお伝えしています、だんだんと日が低くなってきました。ということは日の差し込み方が変わっています。
これは皆さんの住んでいる間取りによって日の差し込み具合は全然違うので、一概にどの場所がこうだよ、こういった場所は気をつけてね、そういったお話ではなくって、ご自身が今過ごしている中で今までは当たらなかった、直射日光が当たらなかった場所に日が低くなって横に長く差し込むことによって直射日光が入り込む場所がある、ここが今までは明るいカーテンレース越しの柔らかな日差しだったのが植物にとっては強すぎる強光線になっている可能性もありますので、今一度日が低くなってきた今だからこそ、そういった直射日光に当てて葉焼けをさせないために、今日の入り方しっかりとチェックしてあげてください。今当たるのであればおそらく冬も当たってしまうと思います。その場合には今のこの温度が比較的落ち着いてきて本格的な寒さになっていない冷え込み始めた今時期に移動を少しずつしてあげることをお勧めします。ということで、気をつけてほしいポイントとして3つ目、この移動についてです。移動させるときには、じゃあ今のね1番2番考慮してちょっと冷えに当たりそう、直射日光当たりそうだから場所を移動しようって思ったときに、この場所の移動で急にね明るかったところから室内の奥まったところに急に移動をしてしまうと、暗くもなる、風通しも悪くなる、あとは温度もきっと室内で変わってくると思います。こういった多くのストレスを観葉植物に一気に与えることになりますので、これは移動のストレスが植物にかかると思ってください。これがね、極端な場所の移動をしてしまうと観葉植物にとってダメージにつながるストレスになります。なので環境は徐々に段階を踏んで変えてあげるという方法がベストです。徐々に変えるっていうのも1週間ぐらいあれば観葉植物そこでダメージがなければその場所に適応したと判断してもらって大丈夫かと思いますので、まずは例えば日当たり、それか冷え、ここから若干離す、そして慣らす、で目的地まで、目的地の中間ラインの環境にまずは1週間置いてあげて、そこで慣らして、最終地点の薄暗くはなるかもしれないけれども寒さに当たらないだったりとか直射日光が当たらない、こういった場所に徐々に移動をしてあげることをおすすめします。なので今の時期に例えば新しい植物を買った時っていうのは結構なストレスになるっていうのが皆さんに分かっていただけると思います。室内で場所を変えるのもストレスになるのに居場所すら変わる、育てる方も変わりますし、あとは環境自体がガラッと変わるっていうのは植物にとって大きなストレスになるので、購入直後などもこういったねゆっくりゆっくり場所にならず、ご自宅の環境にならず、これは観葉植物どういった場面でも場所を移動する、購入する、こういった時にはストレスを感じている、そして慣らす必要がある、覚えておきましょう。では次に4つ目として、冷え込んできた今、私10月の管理方法などでもお伝えしていますが、やっぱりね土の乾きが遅くなってきています。ということは水のあげるスパンが変わりますので、今の時期水のあげすぎには注意をしてください。天気予報を見て、晴れるね晴れるね晴れるね、3日間晴れるから、じゃあ水をあげた、これでじゃあ3日間晴れた、今まではその3日で乾いたかもしれませんが、だんだんと気温も落ちている、日照時間も短くなっている、こういった観点から土の乾きは確実に遅くなってきました。私の家の場合はですけど、皆さんも同じく感じている方多いと思います。なので土の乾きはしっかりと目視で見極める、そして触ったりとか竹串刺してあげたり、重さで感じてあげたり、土が芯までしっかり乾いたことを確認してからたっぷりしっかりの水やりをする、これが今の時期は人はねちょっと心地よいと感じている手前間違えやすいです。水を与える時の基本、これは絶対に忘れないように、観葉植物の土の乾き具合、葉っぱがくるっと丸まって乾燥をサインを出しているこの程度であれば大丈夫です。乾いている、サインが出ている、よしたっぷりしっかりの水、
これまでのスパンが3日から4日、5日、最終的には1週間ぐらいまで伸びるかもしれません。ご自宅の環境、観葉植物の表情、土の乾き具合を見て水やりをしてあげてください。最後に5つ目、だんだんと冷え込んできて朝晩の冷え厳しくなってきたので、そろそろ植え替えは本格的にやらない方がいいと思います。でこれはやっぱり寒さが厳しくなってきて水の吸いが遅くなっているということは、根からの吸水もだんだんと弱まっていますので、根っこの張りも遅くなってきます。つまりは観葉植物を植え替えた時に新しい土に馴染むまでの時間がどんどんかかる時期になってきている、成長が緩やかになってきている証拠です。今の時期に日中暖かいからといって植え替えをしてしまうと、向こう1ヶ月でこの根っこがしっかりと張って冬越しの準備ができるかっていうと若干ギリギリな気がします。私だったらちょっと今は控えるかなという時期に入ってきましたので、皆さんも今もしどうしても植え替えたい株があれば、それはもうね早めにやってあげてください。ですがもう10月ももう下旬に入りましたので、無理な植え替えは控えて、少しねまだ余裕がある株であったりとか、まあ、根腐れとかそういったものへの対処でない限りは、今はそのまま根っこが急激に成長することはないと思ってもらって、つまりは根詰まりがこれ以上進行することがあまりありえないと思いますので、そういったことはできれば今の時期は控える、冬を越えた春、暖かくなってきて観葉植物の目覚めのシーズン、春これからまた成長期が始まるよ、スタートダッシュの時に植え替えをしてもらって、そのね来春からの成長期に向けての環境を整える、このタイミングの植え替えがいいと思います。はい、では今回はちょっと寒くなってきた、冷え込んできた今だからこそやってしまいがちなミス、落とし穴を5点お話ししてきました。皆さんもだんだんと冬は近づいているのは分かっているんだけれども、意外と考えてなかったな、そこまで深掘りしてなかったな、なんていうことが皆さんの中で発見につながるといいなと私は思い、今回動画撮影しましたので、今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、今回はこの辺で